えー、三浦梅園の謎を解くというホームページで、えー、一番大事なことはああまあいくつかあるんですけれども一つはここです電子文献学による日本科学研究の一例ですこれは日本科学研究の電子文献学による一例として作られたものですで日本科学は非常に重要なものが他にもあります えー、それが、えー、ほぼ手つかずのままですわ私は三浦梅園の著作の中でこの言語のみ言語最終広本の復元版を作ることに特化して作業しましたがそれでもこれだけ膨大な作業です。しかしながらあこれはもう国を挙げて、えー、取り組めば今は OCR の技術も優れておりますので。 えー、日本感覚の全電子データベース化というものができますやればできるしかし誰もやろうとしないそして日本でまあ1億字ベースはおそらく超えたでしょう中国100億字日本1億字を超えてまあ2億字に届くかな3億字いったかもしれませんでこういう作業をしている人たちはほとんどボランティアです。 で、そういう作業をしている人たちはまあ、大学では出世できないんですよね。どうしてかというと従前の研究を覆す恐れがあるからです。この三浦梅の謎を解く。でも、もう従前の研究はほとんど覆されました。弁証法説は覆されました。覆されなかった研究の代表がこの水気。武弘先生のこの3論文。これはもうやはり。 世界的な大学者でしたからすごいです高橋正義先生は中国哲学とバイエンとの関係については大変な研究をしておられます。でそれはもう著書として残っていますがあまり読まれない残念ながら。でそういうことではもうちょっと先行きがですねおぼつかないのであのこの日本漢学 の電子データベース化ということについてはもう文科省文化庁を挙げてえとにかくこういう作業ができる人を取り立てて取り組まないといけないそういう課題です。それで現在 OCR が非常に発達しておりまして実はものすごく発達しているのは中国なんですよ。 それからあの漢字キーパンチャーがあの専門職としておりますのでそしてあの、まあ、2, 2つの会社に頼んで、えー、漢字キーパンチャーが打つつなり、えー、OCR で読み取るなりしてベリファイして、えー、1つの電子データベースを作る、まあ、1冊ごとに作っていくと。 こういう方法を中国に頼んだらそんなに難しいことではない台湾でもいいと思いますよしかし何もしようとしないな,なぜ何もしようとしないのかそういう技術があるということそうすれば早く電子データベース化ができるということを知らないで知らないからこちらが教えてあげると無視するこういう状況なんです。 このままだと日本は沈没します頑張ってる方々もおられますが全体としては99%は何も知らない情報音痴の集まりそれが現在の日本の大学の現状なんですよしかしもうこの少子高齢化と今回の経済ショックの後 もう大学に行ったから就職できる時代でも,でもないし大学に行って教職に就いたからもうあの生涯安泰という時代でもなくなります。電子の空間に大学ができる時代になる。全世界の大学があるいはもう大学でなくてもあの個人の研究者であっても電子の空間で情報交換し研究発表する時代が来ます。あのそういういことに 立ち遅れたのではこれはもう歴史の中で日本という国があの,電子の空間からら消消ええたらもう消えるんですよグーグル革命の時に3ページまでに「あなたのサイトが載っていなければあなたはこの世界にいないの」と同じですと言われましたそう言われていましたえー、そうならないように 電子の空間に日本の文化を復活させるということを取り組んでほしいと思います。これで終わります